この仕事をされてどのくらいになりますか？63年ぐらいになるかね。63年。輪島は販売先が昔は明治時代から先は地方の富裕層に販売してたわけね。だからそれを使ってみてすぐね、傷んだとかなんとかというのになれば大変だから、何十年でも使えるようにという作り方をしてた。それで伝統的工芸品産業に指定された、伝統的な日本の工芸品だと。だから漆器では輪島だけです。他の産地は指定された重要無形文化財ね、輪島の人。見れば皆さんが「うっ」というような、今まで見たことのないというような感じを持つやろうね、一般的には。だって輪島塗ちゃん、そうね、名前は知れ渡ってるけど持ってるって方少ないんじゃない。だから非常に「うん、こんなのあったか」というようなことになると思う、初めて見る人は。それが魅力かもしれないね。一旦技術が消えると、あとは再興というのはできんでしょうね。だから輪島も今のうちだと伝えていくのは。